しんのすけの部屋。はい、夏の終わりを感じてしまって本当に悲しいです。しんのすけでございます。はい、時事ネタをお願いします。はい、今回の時事ネタは7月に100年を超える歴史と伝統を誇るウィンブルドンが行われ、決勝は世界ランク1位のアルカラスと世界ランク2位のジョコビッチが戦い、全英オープン4連覇中のジョコビッチを下し、若干20歳のアルカラス、もう一回言わせてください。いやいや、そのまま使えよ、そのまんま。アルカラスな。アルカラス、はい。ああ、若干20歳のアルカラスが初優勝しました。世代交代が進む男子テニス界では、うん、世界ランク10位以内の9名が20歳で、2位のジョコビッチ36歳がいかにすごいかが伺えると思います。し、うん、之助さんも決勝の時は X でポストしてましたが、試合いかがでしたか？アルカラスね。うん、アルカラスいいっすよね。ただやっぱり時代は変わってきてんのかなって思いました。あの試合全部見てましたけど、ジョコビッチあんなミスしなかったもんね。うん、非常にボンミスが目立ちましたよね。あまりに集中できてないっていうか。だからまあ途中コーナーじゃねえや、投げてね、ポールかなんかに投げてラケット折ってるでしょ。ありえないもん。あんなにストレスを決勝戦、だいたいね、1回戦2回戦3回戦ぐらいのジョコビッチはうまくコンセントレーション集中力を高めらんなくて、あ、いや、すぐラケット折るやつで俺あんま好きじゃないんですよ。あんま好きじゃないって大嫌いなんですよ、ジョコビッチは昔から。このアルカラス戦に関して言うと、あまりにボンミスが多すぎたね。だからアルカラスがすごいから勝ったっていうよりは、ジョコビッチが衰えたからジョコビッチが負けたっていう印象でしたね。うん、だから36歳ジョコビッチ、38歳だったかな、ナダルであり、先日去年引退したフェデラーであり、うん、うまい具合にそのビッグスリーって言われてるトップ選手がバランスを保ってたのが、やっぱり均衡がバランスが崩れちゃったのかなって、少し寂しさを覚える決勝でしたね。テニスやってたもの目線ではちょっとレベル低めのウィンブルドン決勝だったなとは思ったね。やっぱさ、すごいじゃんね、すごいじゃんね、って思いながら、ちょっと寂しさを覚えながら、うわージョコビッチマジかーみたいな感じで、落ちたなーみたいなね。はい、まあまあスポーツ観戦いいっすよね。質問いきます。4回戦ボーイさんから、以前メーカーが解析を出さないことについて、業界の不信感につながると発信し物議を醸し出したしんのすけさんですが、のこと言ったっけ。ああ、犬屋社の時ですね。出ることのなかった解析、半ば都市伝説化されておりますが、初代忍び魂の5000枚リミッターの件をご存知。5000枚リミッターじゃないですね。7000枚リミッターですね。大道芸人と親交の深い新之助さんなら何かご存知だと思うんですが、今の代も吸い込み式や回したゲーム数によって、内部差枚数によって出る枚数が半ば決まっているんじゃないかという話です。あえてできレースとは言いません。だまあこれ前回の部屋でもお話した内容かな。この質問は、初代サラリーマン番長の設定後は2万ゲーム回さないと設定後の本領は発揮されないと新之助さんのブログで見たことがあります。まずこのケツの方の質問からいきましょうか。以前初代サラリーマン番長の設定後は2万ゲーム回さないと設定後の本領は発揮されない、なぜそんなことを言ったかというと、当時の5号機の出玉試験の部分で短期中期長期っていうのがあって、短期が何ゲームだったかな、忘れちゃうな、350ゲーム間かな。まあなんせ長期の出玉試験のゲーム数のスパンが2万ゲームなんですよ。で2万ゲームで、万枚の性能を実現しようさせようってさせたのが初代サラリーマン番長の出玉性能で、2万ゲームっていうと3日間じゃん。だから単日で言うと7000ゲームから回して9000ゲーム、そこでじゃあね、万枚の力を設定後で発揮できるかっていうと足りないよね。3倍あれば足りるんですよ。そこから
2万ゲーム回さないと設定後の本領は発揮されない、だから設定後は据え置いてよ店長みたいなことを全国で発信し続けたっていうのが一つです。はい、なのでちょっと話それますけれども、あるそのおっぱい系の演者の子がね、番長3の時だよ、うん、で俺その前の日にそこのお店に来店してて、で番長3運用してるんですけど、なんかアドバイスありますかみたいな感じ で打ち合わせの段階から設定後みんな打ちたがってますよね、やっぱり絶頂ですよねと、うん、であれば5ですよ ね、もう半合音がしたら最高じゃないですかみたいな、で割と稼働のいい店で、番長3の平均稼働で言ったらまあ7割超えてるような店で、5の据え置きとか多分お店の常連さんにフックしますよね、5据え置いてたら最高じゃんね、で据え置きだよって思わせといて金閣寺出るとか最高じゃないですか、絶対そのお店のファンになるんで、そういうね、日常的に5を使ってんだったら下手に5をそんな打ち替えるんじゃなくて、出ない5は据え置くみたいな営業するともうそのお店のファンがつきますよっていう話をしてた。でまあ僕行った日も半分5で、あやってくれたなーみたいな、たら翌日出なかった5を据え置いたんだよね、うん、たら翌日に来たおっぱい演者の子が、この店据え置きあるのとか信じらんないって言ったわけ、うん、もうちょっとそのお店の意図をさ、じゃあ店長にその話絶対聞いてないじゃんね、自分の思ったことをそのまんま口に出して、お前それどうなんだよみたいな、でちょっと頭きたことがあったんですけど、佐藤さんさん、新さんの言う通り勝てる設定1と負ける設定6がやっぱり流行りますね、勝てる設定1と負ける、まあ本当そうだと思いますね、ただやっぱなかなかね受け入れがたいところだとは思うんですよ、6イコール勝率 90% オーバーなんていう台もそれはそれで魅力的だと思いますんで、うん、だちょっとスマソロのなんていうか出玉性能頑張ってほしいね、ホールじゃないメーカーさんには、うん、全部からくりみたいな出玉性能になってほしい絶対ない絶対ない、どうなの峰広的には6イコール勝率 90% の値と6イコール勝率 65% どっちがいい ?90%、ただそれって日常的に狙えなくなるじゃん、うん、で5結局番長3なんですよね、だからあ番長3最高そうああそうなっちゃいますよ、ね、あ確かに5号機の番長3は6は安定5は波乱万丈だよね、うん、だそういうのちょっと期待したいですよね、スマスロにね、はい、ゴッチさん、いつも気になってるんですが、ボートの掛け金や収録で使う軍資金は新さんのポケットマネーなのか、それとも事務所から出てるのか、すごく気になります。いや全部ポケットマネーですよ、そんな、うん、もうギャラ以上に使ってますんで分かりました。最後、ユーキャンさん、新さんはスロット打っていて体の不調ありませんか、腰や肩、首などメンテナンスや日頃自分の体に行っているルーティンなどありましたら教えていただきたいです。自分は腰をやりましてコルセット着用で打ってますと。パチ揃ってる時は何も問題ないんですよ、非常に割と姿勢いい方だと思うし、ただやっぱ狭いお店、台と座席の位置がすごい狭いお店で収録でこういう体勢をやってると結構来るなっていうのは思いますね、うん、でやっぱ私も50過ぎましたんで、非常にそのやっぱ70でダッシュしたいなっていう気持ちはあるんで、日頃から割と運動は心がけてますね。おすすめはやっぱりねストレッチです。はい、やっぱオーラ入った時は肩は絶対に前10回、後ろ10回で、左右逆で10回、こっちで10回やりますし、これのまあストレッチやる。で朝起きた時は僕座骨神経悪くしてるんで、まあこういう感じですよね、こういってこういってこういくじゃん、見えてる、足見えてる、でこのつま先を僕の方にこうやってやる、そうすると
お尻の筋肉からここの筋肉全部伸びるんですよ。これを30秒両足ね。でその後これをこうやって腰をぐーっと上げるんですよ。で腰をとにかくね、腰の筋肉って伸ばしにくいんで、でだいたい老化であのおじいちゃんおばあちゃん腰曲がってくるでしょ。あれって腰を悪くするとどんどんこれこうなってっちゃうんですよ。だから腰の筋肉一番伸ばした方がいい、伸びにくいからこそ。うん。で腹筋背筋が弱まると自然と猫背になって、要はどんどん身長も縮んでいくんで、あの腰のストレッチは本当にした方がいいと思いますよ。はい、終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。